私のルームどこだ。暗いけどうまい。いっか。ごめんなさい、すっごい遅れちゃった。タイムラグありすぎて、うん、はい。じゃあ始めます。ねえ、すごいゲームの音がするんだけど、絶対消される。すごいゲームの音する、絶対消されるからやめて。今日は餃子配信です。もう遠い。でも餃子配信って打ちすぎて餃子配信すぐ出てくる。すごくない？エプロンも餃子なんです。今日餃子のエプロンでお届けします。コメントは手元の方で見ますね。ゲームしてるのは弟です。はい、じゃあ早速切っていきます。今日はキャベツ3/4とニラ1束です。はい、では切っていきます。見える？お母さんも手伝ってくれるらしいんだけど、お母さんなんかやってます。お母さんいない今。この間お母さんがなんか人参じゃないや、玉ねぎを切ってるの見てたんだけど、玉ねぎ切るの早すぎて主婦やばってなった。半端ない半端ない。もう何年やってんだろう、何十年。お母さんに「え、玉ねぎ切るの早いね」って言ったら「何で主婦やってると思ってんのよ」って言われた。本当ですよね、頭が上がらないです。涙出てくるよね。めっちゃわかる。はい、ちょっとできました。ボウルに移します。ちょっとずつちょっとずつ切っていきましょうね。手が疲れるよね、座ってるからさ、全然力入れられなくても疲れちゃう。
てください、母の音。配信終わった後、昨日タルト焼いてリンゴの完成したんですよ。それメールにね、メールに送ったよね。そう、送った、メールに写真送って送りましたね。作った。もう顔つなくていい。みたいな音してる、キッチンから。昨日喋り尽くしすぎて、今日何の話しようかなって思って。何の話しよう、みんな何の話したらいいと思う？昨日めっちゃ喋っちゃった。2時間ずっとぶっ通して喋ってた、ずっと。今日はちょっと粗めにキャベツを切ってます。いつもちょっとニラ多めにしたりキャベツ多めにしたりしてるんだけど、今日はキャベツが多い日ですね。ニンニク入れるの？ニンニク入れるんだっけ？入れます。明日休みなんで入れちゃいます。変わり種は何か入れるの？一応大葉は買ってあります。だから大葉を入れるかもしれない。全然コメント読めなくて。はやぶささん、トイプーとの暮らしいいなって私の代わりにコメント返してる人がいいな。はやぶささん、トイプー買ったんだって。みんな絶対かわいいやん。いいな、ペット飼いたい。手元に集中してくる。そうだね、手切っちゃったら大変だから。私が手切った方が悲しみだね。コメント読まれないことより。
疲れた。力が強いとは抵抗してくる。私は絶対に切られないっていう意志を感じる。気づくから最悪だ。私は日和らない。キャベツには日和らない。マイキーと約束したから。マーヤのソファーが変わりました。めっちゃ柄可愛くない？今までさ、モノトーンのが好きだったの。自分の部屋もね、モノトーン系が割と好きだったんだけど、なんか最近北欧スタイルが可愛いなってことに気づいて、それにハマってます。一人暮らしとかしたらさ、家具とか選ぶの楽しそうだよね。私ちっちゃい時インテリアコーディネーターになりたかったんだよね。それくらいね、なんか家具見たりするのが好きで、インテリアコーディネーターになりたいなと思ってた。でも色彩感覚とかないからちょっと向いてないんだと思う。簡単だよ。そうなの？会社都合の引っ越しが多すぎるとミニマリストになりがち。確かに引っ越し多いとさ、いちいち荷物詰めるの大変だもんね。間違いないね。そうなるね。ミニマリストとかでもかっこいい、憧れるもの多いからさ、私心配性だからさ、ストックとかさないと嫌なんだよね。すぐストックとか買っちゃう。消耗品まとめ買い。断捨離は得意なの。そうそうそう、引っ越しで意外と大変なのが本なんよ。あー確かに本ってさ重いしね。確かに漫画やばいわ、まあ、電子書籍なんですよね。だから時代はさ、電子書籍もねいいんだけど、やっぱり紙で読むのとはちょっと変わりますよね。紙で読むのが好きな人はさ、やっぱ一定数いるよ。私も紙が好きなんです。紙で漫画読む方が好き。電子書籍で読んでる漫画もあるんですけど、顔と手元が映ろうと思うとこの画角しかなくて、ごめんなさいね切るの遅くて。やばいよ給食？給食かなこれ。給食作ってる気分だよ。てか給食ってさ、本当にあんな大量な量をさ
手作業でさ切ったりしてんの、やばくない？本当なのかな。すごいね給食って。家事って重労働だよね。洗濯物干すにもさ、すごい重い洗濯かごをさ運ぶわけでしょ。もうほんと疲れるよね家事って。すごいよね世の中の家事をやっている皆さん。夏は暑い中キッチンに立ち、冬は寒い中ベランダで服を干し、言ってる間にキャベツが切り終わりました。キャベツを切り終わりました。イエーイ。見て山盛りキャベツ。あ、やばい、腕が3倍くらいになってる。残ってたキャベツ、オッケー。調理実習で中学校で給食作ったの。すごい。調理実習で給食とか作るんだ。ちょっとニラ一瞬だから立ってきるね。キャベツ半分に。ねえ多すぎでしょ。うち何人家族だったっけ。おばは包むときにやるんだよ。切って入れた方がいい。量。もうニラが切り終わるまで。はい、オッケー、ニラが終わりました。ごめんね、誰の配信だったか分かんなかったでしょ。西川レイでした。ニンニクをおろす、うん、生姜をおろして、生姜をおろします。ニンニクは切ってくれたらしい。では私おろし切ってあんま使ったことないんだけどさ、持ち方とかある？あんまさ、おろし切ってあんま使ったことないんだよ。指ガリっていかないように気をつける。痛いよね、ガリっていくと。すごい。あ、生姜の匂いがする。
ね、だいぶでもボール界でもボール界でも大きい方なんだけど、なんせ量が多くて巨大なね、給食作る用のボール欲しい。もはや下ろし器を固定しないと危ない。こうか、ありがとう教えてくれて。疲れた、もう自分で降りてよ。なんで私が降ろさなきゃいけないんだよ自分で降りなよ。しょうが、人に降ろされてない。自分で降りなさい。ちょっとこれもういらない？いるいるいる。じゃあ一個だけこの餃子の繊維入り餃子。誰に当たるかな。あー、生姜だってなる。オッケー。あとは大葉を刻む、ちぎる、刻む、そのまんまるってピュッと切ればいい。刻むでよろしい。なんか歌うたね。君に自分が心配し、何も話せなくても確かに今僕らは一つになる。君に自分が心配し、いつか同じ重さで愛についてを思うだろう。でかっ、超大きい巨大オーバーです。餃子エプロンじわるでしょ。もう餃子配信多いから買っちゃった。プニューズの餃子エプロンです。今みんなさ、ちなみに音聞いてる？私の包丁さばき超早いんだから。聞いてた？今音この超早包丁さばき、だいぶ大葉入りましたけど大丈夫ですかね。こっちにもちょっと入れるよか。え、こっちに入れればよかった。別々にするの。大葉嫌いっていうかノーマルがいいじゃん、うん、弟とかさ、はい、お子ちゃまだからな。ニンニクとニンニク、はい、じゃあニンニクを投入します。半分こ、半分こ、うん、はい、これで手がニンニク臭くなりました。よかったですね、握手会明日なくて。みんなニンニクの匂いをぶちまけるとこだったよ。手つきが危ないってならないから安心してみる。よかった、よかったです。危ないってさ、なんか人の見ながら思うけどさ、
その子的にはさ危なくなかったりするんだよね。不思議だよね。見てる方は超危ないのにさ、謎に冷静なのよ、やってる方は。ニンニク生姜ニラ昆布、いやそれね結構パンチ効いてるよ。明日は家で引きこもってるので、今日は買い物だけ、食材だけ買いに行きました。家に引きこもります。それではもみもみタイム、もみもみしていきます。あ、米ぬかに手をつけるとニンニクの匂い取れるんだって。ほう、そうなんだ。もみもみが星になって、ストレスなんてないけどね。ね、これさ200個くらいできちゃうじゃん。3張りの高さで入れるじゃん。はい、入りました。胡椒入りました。ぬか床じゃなくて餃子の種餃子の種を握るとニンニクの匂いが取れる。餃子自分も好きです。そんな餃子好きのみんなに私が餃子を作ります。こうやって長いのがあった時は、ね、こうやってちぎればいいんですよはい、こうやってちぎればいいんです。だいたいねちぎれば全部ちっちゃくなる。じゃあ2個目も、ほのぼのとしたいい配信、嬉しい。いや今日さ日曜日だと思ってたんだよ私。まさかの月曜日で、メール送った後にそれが判明しました。お母さんは火曜日だと思ってたらしいうちの家族曜日感覚なさすぎ。お盆だからみんなゆったりしちゃってね。
美味しい餃子をみんなに食べさせてあげるんだ。頑張れ私。よし、いいんじゃない。ある程度ね、生地が種がまとまったら、こぼれた種も入れて、証拠隠蔽、証拠隠滅。大きいボールってプレゼントくれるんかな。なんかさ、調理雑貨、料理雑貨送ってくれるファンの方がたまにいらっしゃるってさ、めっちゃ使ってますよ、うちで。嬉しいってお母さん言ってた今。ありがたいよね。嬉しいです、ありがとうございます。もうなんか、もし私になんかあげたいって思ってくれてて、でもなんかデザインものは自信がないなっていう方はぜひ、もう調理雑貨をいただけたら、私もお母さんも大喜びしますので。私もね、料理でいっぱい使うので、もちろん私も使います。包みますか。住んでいきたいと思います。なんでやりづらいか分かったよ。椅子に座りたいね。ソファーに座る。これで完璧。もぎさんがさ、ラップしてるんだよね、最近。もぎさんのラップめっちゃ面白いんだよね。最近ラップしてんの、もぎさん。あ、片栗粉引いてないよ。つかないかな。母今いないんだよね。まあいっか、片栗粉は後入れでも。片栗粉ないよ。あ、やってくれんの？片栗粉ないよ。なくてもいい？期間で先輩方とすごく仲良くなりました。特にトムさんと仲良くなったんだけど、キアラさんとかさ、アンナさん公演で一緒に出てる時はすごいよく話してたけど、全然仕事で会わなくって、舞台でね毎日会うようになってすごい楽しいです。久しぶりに会えたんです、キアラさんと。ラブキアラさん。キアラさんは本当にもう入った時からすっごく優しくしてくださってね、本当に優しい方なんですよ。大好きです。キアラさん大好き。神みたいな性格してるか。本当に、なんだっけな、なんかね、ロケバスで私がなんか液体をねこぼしちゃった時があった。結構騒然となるじゃん、えみたいな。しかも入って何ヶ月とかの時、そのえみたいな空気の中、キアラさんはね、え
けば大丈夫だからねって言ってくれて、もそれが忘れられない。その日から私はキエラさんが大好き。一生忘れられないあの優しさ。なんか先輩方が怖い雰囲気を出してたとかじゃないの。ただ入ったばっかだったから敏感に何気をすごい気を使ってたし、全部緊張してたからそのね一言にすごく助けられました。皆さん手伝ってくださったんだけど、包むの全く無駄がないもう10年包んでますんで、餃子歴、餃子包み歴10年西川です。なんか雪松餃子ってさ配信で教えてもらったよね確か、みんなに。なんかあったんだよね家に雪松餃子、食べてたよね。なんで私のさ、せめて10個くらい残しといてよ。全部なかったよね。10個くらい残しといてよ、ちょっとでいいからさ。そう、冷凍庫に雪松餃子あると思う。いつ出てくるんだろうなって。夕食はさ、私帰るの間に合わないから、出た次の日とかに食べようと思ったらもうないの、気づいたら。せめてが10個という衝撃が10個って多いか、多いのか。餃子5個とかさ、リアルに3分くらいで食べ終わるんだけど。弟より食べるよね多分餃子。100個作って半分食べるんだから、信じられる。中華屋の娘の役来そういつでも、いつでもできます。あのアンサンブルでもいいんで、ぜひ。渡る世間鬼ばかりの餃子担当をぜひよろしくお願いします。お母さん喜ぶわた鬼大好きだもんね。小さい時からわた鬼を見て育った。トゥ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 チャンチャンチャ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 ンチャンチャ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 ンチャンチャ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 コーラク、コーラク。バタオニ面白いね。今も TBS チャンネルでやってるな。あ、そうなの。どんどんね、あの成長していくね、あの女の子とか。幸楽のラーメンって昔言ってたね。そうなんだ。いいな、ラーメン食べたくなるよね。よいしょ。
腹空いた。お腹空いたよね。みんな夜ご飯なんですか。決めてない。決めてなかったら私が代わりに決める。決めてほしい人どうぞコメント。決まってる人もぜひ教えてください。豚しゃぶサラダ美味しそう。決めてください。空耳さんはオムライス。こうきさん天津飯。レモンさんヘルシー系。ヘルシー系か。何かな。ヘルシー系だとサラダとかだとさ、ご飯になんないのかな。サラダはご飯になりませんか。スープ、野菜スープと、野菜スープで。豚肉があるので焼いて食べるよって。あ、いいね。私ね、豚肉好きなんだよね、牛肉より。豚肉の甘さが好きなんだよね。朝から豚肉食べて胃もたれするっていう、よくやってる。サラダが晩ご飯だったら明日終わる。どういうこと。お腹すきすぎるってこと。お腹すくよね、ヘルシーすぎても。ヘルシーって言ったら違うかもしれないけど、お粥はいいですよ、消化に優しいので。お米だけど腸に優しいので負担が減らせるからね。その分、お粥の分、お昼とかのさ食べたものを消化できるから胃に優しいです。今日ゴーヤチャンプルヘルシーかも。いいね、今日ゴーヤチャンプル美味しいよね。ホワイト餃子っていうのもね食べてみたんだけど全然苦くなかった。美味しかった。ホワイトゴーヤ。もうダメだよ、餃子しか考えられないもん。目の前にある餃子に向き合っていこう。ホワイト餃子ってあるんだよ。でも巣鴨のホワイト餃子っていうね、ところ、ホワイト餃子。何が白い。白いわけじゃないんだけど、形が提灯みたいな形してる。なんでホワイトなのかわからん。巣鴨のホワイト餃子ね、食べに行ったの昔。でも並びすぎてやめたよね。めちゃめちゃ並んでた。いつかリベンジしたい。もうその時はもうお腹すきすぎてて、お腹すかせていったら並んでたからさ、違うお店入っちゃったんだけど、ちゃんと並ぶ覚悟を持って次は行きたいと思います。そう、ファイト餃子なんかインスタでねよく流れてくるんだよね。それずっと気になってたもん。ホワイト餃子は全国にあるんだって。あ、そうだったんだ。そのお店オリジナルかと思ってた。違うんだね、知らなかった。
ト餃子イコール巨大揚げシューマイだって。あ、そう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 。ちょうちんみたい。餃子食べたい。フランスパンと同じ生地。へえ。あ、生地も全然違うんだね。いいね。パンだから結構分厚いのかな、生地が。いいですね。うちの近くに餃子無人販売所できたね。最近あるんだよね、それね。 YouTube で見たわ。しかも安いんでしょ。気になっちゃうよね、餃子はね。この作る工程も楽しいんだけど、やっぱりすぐ食べたい時はね、そういうもうできた餃子食べちゃうのが一番。あ、昨日さ配信で教えてもらった味の素のさ冷凍餃子、今日スーパー行った時見てみたら食べたことありました。食べたことあったか。あれね、食べてたわ結構。ずんちゃんち泊まりに行ってた時ね、餃子食べたい時それ食べてた。どうしなきゃ。美味しいよね、あれ。あの富士山書いてあるやつでしょ。そう、食べたことありました。世界に餃子の美味しさが。甲子園どうなんだろうね。高校球児の、高校球児っていうんだっけ、できるといいですね。王将の冷凍の餃子も美味しい。そうなんだ。王将はさ、たまに劇場のお昼で来ますよ。2回公演の時とか餃子お弁、餃子とあとなんだろう、天津飯とか。僕夏公演の時とかによく出てたかな、餃子弁当、チャーハンとか。チャーハン美味しいよね、パラパラしてて。包み方教えてほしい。ちょっと待って、次の回でやるね、包み方。そんななんか特別なやつやってないんですけど、皮に餃子の種をのせます。量はね、どれくらいだろう、どれくらい、これくらい、周り2センチくらい残るとちょうどいいか。で、外に水をつけて、はい、2つに折るときに間に人差し指を挟みます。親指で押さえながらひだを、見える、親指で押さえながらひだをこうやって折っていく、押さえながら折っていく、押さえながら折っていく。
ってするとできます。分かったかな。そう、片方だけ平刃、両方の、両方もあるよね。横山さん両方だった気がするな。横山さんとね結構違うの、餃子の作り方。横山さん白菜だしね、餃子違うんですよ。折るのはだいたい 1,2,3,4 5回くらいかな。5回か4回くらい。4回でも全然いける。具ちょっと多く入れちゃったなって時は4回くらい、ちょっと余裕あるなって時は5回くらい折れると思います。マネージャーさんが配信見てくれてるみたい。餃子エプロン、具は 15g くらいって餃子の皮に書いてあったよな、らしいです。 15g 一回測ってやんないからね。体感 15g で感覚つかんでやりましょう。でも 15g って考えれば計算も楽だね。100個作りたかった 150g、 あ、それ10個じゃん。 1500g を作ればいいんだ。え、ウーバー出したいよ私、出店したい、さすがに。住所バレる。うん、住所バレる。どれくらいに宅配かなあ。れいちゃんここに住んでるんだ。あっという間に住所がバレます。種余るよね、うん、まだあるって皮。餃子バカ食い女がいるのでいっぱい作った方がいいです。1.5 キロね、すごいよね。 1.5 キロ、そもそも100個包むこと自体が大家族みたいな。やっぱそれだけ魅力ありますよ餃子は。本当に劇場に西川冷凍餃子販売機設置して、え、めっちゃ設置したい。コロナとかなかったらさ、やってたよ私。劇場を出る日毎日2時間前に入って餃子包むんだから、やっちゃうんだから。5個2000円でも買ってくれますか。高級餃子1個40円楽勝っすね、買うね。すごい富豪たち、富豪たちだよみんな。激安だな。本当？貴族じゃん。まあ、手作りですから。ここに並べてくる。
れがくっつくから。夏休み、夏祭り握手会があってレイちゃん餃子屋台とかやってほしかったな。いいね。くそーコロナめ、やっとさ、なんかこう自分のやりたい企画とかさできるようになってきてさ、いっぱいアイデア浮かぶしさ、みんなに喜んでもらえそうなこともいっぱい浮かぶけど、やっぱどうしてもね、世の中事情的にさできないことが多くて苦しいですね、本当に。ねえ、本当に預言者は2024年9月に収束宣言出るって。2024年あと3年続くの？嘘だよ、やめてよ、頼む、それだけは無理だ。耐えられん、あと3ヶ月、あと3ヶ月くらいしかできない、耐えられない。私もう二十歳ですけど、21ですよ、なんならやばいね。ていうかそろそろ振袖さ、振袖よ。AKB であげるから、いいのか別に。じゃないといいデザインがなくなっちゃうんだって。その時はピンクが好きでもさ、急に系統変わってなんか青がいいみたいになったら大変だよ。もう戻れないですね。前撮りは したいね、ドレスとかで。セリカさんがやってたみたいにさ、セリカさんのインスタの写真すごい可愛くて好きなの。なんか子供のさ七五三の写真撮る写真屋さんとかあるじゃん、家族写真とか撮る。私 あの写真屋さん、ああいう写真屋さん大好きで、ちっちゃい時弟の七五三の写真を撮るために行ったのに、私も着たいって言ってドレス着せてもらって写真撮ってもらった。その写真が欲しいわけじゃなくて、撮られるのが好きだった。可愛いドレス着て、お化粧してもらって、可愛い髪型してもらって、それで写真撮られるのがすごい好きだった。
そう、七五三全制覇5歳の時も撮ってた。皮なくなったよ、私の方。住んでくれる？あざす。何個包んだ今？もう100いったんだ。早いね、2人で包んで。OK、 包み終わりました。ん？手洗いたい。ママ繋いでた間ママが一人語りしてくれました。手洗ってきます。よし、ごめんね、お待たせしました。ママさん声出していいですよ。だってママさん声出してくんないんですよ。頼んでんのに頼んでも出してくれないです。娘の秘密を教えてとかやめて。れいちゃんの内緒話。目開けてみる。ん？目開けてみる。これ本当、目も口も開いてる。あ、食べてる。白目で。ママさんの声可愛いだって。知ってるって、目開けて寝てること。なんで知ってんのよ。割と周知の事実。やめてよ。え、これ大丈夫？このフライパンで大丈夫。こっちが大葉ね。ノーマル、ノーマルがいいだろうね。弟は、弟大葉入りとノーマルどっちがいい？弟。ああの、あの大葉入りとノーマルどっちがいい？出た、どっちでもいい男。自分の意思はないのか。どっちでもいいよって何？じゃあどっちも焼こう。でいいかしら。じゃあちょっと焼き目をつけますでございます。弟にお姉ちゃん可愛いって言われたことある？ありません。キモいしか言われたことありません。キモいしか言われない。今日の服どうかな。へえ、知らね。
って言われる。こっちの服とこっちの服どっちがいいかな。俺わかんないそういうのって言われる。やだよねそういう人。いきまーす。ゴー。全部？はい、蒸し焼きにします。餃子エプロンだから可愛いでしょ。フニューズだよ。レイちゃんネットフリとか入れてる？入れてるよ。きあのアマプラかな。あ、全然違う話しようとしちゃった。笑えば笑えばいいと思う。韓国の天使のテーゼの歌詞詞作作詞家三万五点に出てておもろかったよ。すごい。三万五点ってすごく緊張するって聞きました。指原さんとエミリンさんの YouTube で言ってましたね。指原さんが緊張しますって。ビッシュは部屋で頭を振ってよく聞いております。頭を振って。熱いかも。大丈夫？ちょっと弱くしないと。韓国の天使のテーゼで歌ってたら餃子がいい感じになってたらしい。アップルウォッチ買った。いいな。アップルウォッチなんかクリアバンド出たんでしょ。みんな持ってるよね。アイナさんのファーストテイクめっちゃいいよね。めっちゃいいよね。私も超見てるよ。エヴァシリーズ焼き上がったのね。臭いよ。焦げてないよ。トラマシーン始まるから。私出来上がったのに。私に帰りなさい。ちょっとあのあれごま油でもちょっともうちょっと入れたらいい。もういいの。ごま油投入します。今大きいやつ周りに今一箇所にすんごいでした。したいんだけど。火が
消えてる。今の時間なんだったの？ナイスです、みんな。ありがとう、教えてくれて。まあ、もういいと思います。はい。あんな角度でフライパン持ってるのは日本でレイちゃんだけ。それオムライス作るときしかできない。ここをね、飛ばしたいよね。ええ嫁になったね。いつ嫁になったの？私良きではないか。何で言ったの？良きではないか。もういい。ちょっと油断して。うん。良きと思うぞ。せーの、はい。あ、やばい。これはよし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 、いいでしょ。完成。ちょうどいい。美味しそうにできたわ。じゃあもう油は十分敷いてありますので、え、本当？母の言うことには素直に従った方がいいんです。暑いね。お母さんと私で餃子の形が違う。曲がり具合とか。お母さんはまっすぐな。私は曲がってる。あ、待って待って待ってね。タワー立ててくれてる子がいる。ちょっと待って、ありがとうございます。ありがとうございます。福さんで合ってますかね。福さんありがとうございます。ありがとう、タワー嬉しいよ。ごめんなさい、遅くて。頑張ってる、レイちゃん、ありがとう。焦げる、わかってるよ。
についてるよ。この親子本当に癒され癒しコンテンツになってるのは驚きなんだけど、私たちがそんな。膝の状態はいいですか？青から赤になりました、あざが。仕上げにごま油入れると美味しい。美味しいよね。ごま油ある時から入れるようになりました。カメラ回ってなかったらもっとガチガチにやり合ってるの。もうあんまり喧嘩しないよね、私たち。昔はもう、うわバトルロワイヤルしてました。ちゃんと閉じてますからね、足。マジ西学園、そう、マジ西学園やってた。おいしい？おいしい？ご飯食べてます、近くで。弟170センチはある。すごい、よくわかったね。声でわかるんですよ。長いんだ。長くてこんな。餃子いい感じだね。あとは水分を飛ばして皮をパリパリにすれば完成だよ。一番短くしてる。めっちゃ可愛いじゃん、餃子エプロン。イルカなの？これ人魚かと思ってた。あ、本当だ。あ、何？そういうことね。これはクマとイルカが一緒かと思ってた。萌え萌え、イルカタワーありがとう。萌え萌え萌え、エヴァンゲリオン好きな。ありがとうございます。フライパンね、ちょっとね、あえてずらしてみてます。
そろごま油投入します。よし、何個作ったの？125個作りました。熱溶き片栗粉を入れて羽根付きにはしないの。一応パチパチがすごい音が、一応羽根付き風。そう、おーい、いいんじゃない？見て、裏あなたじゃない、まだもうちょい、ちょっともうちょっと、もうちょっとだ、もうちょっと色つけたいんだ。できたね、完成が近いですよ。完璧。ではしますよ。はい。はい。やったー。やった。次食えるか。おかわり？積んでるじゃん。これあげなよ。ナイス。あと15個。はい、餃子15個入りました。はい。はいとは。あ、これ大葉入りだね。にしろが。あのさ、その時点で意外とあまりな。ちょっと忘れてるんですよね。はい。途中で数えるのやめちゃったけど、多分15個くらい食べるよ。写真撮らない。写真撮るね。餃子の餃子のエプロンと一緒に餃
餃子だけの写真も撮りますね。焦げちゃう。餃子シーン。あ、いただきます。いざ。いつにも増して野菜が多い気がする。おいしい。ちょっとキャベツを大きめに切ったのも歯ごたえがあって美味しいです。キャベツの味めっちゃする、うん、しますかみんな。私が餃子2個食べる間にみんな飲み物用意して乾杯しましょう。みんな用意できましたか？これが一回では乾杯しましょうか。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。やっと。
餃子第3弾目を作っております。こっちも行ってらっしゃるんだよね。あー美味しいね。美味しい。良い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 。あと1分くらい。あんまり味変しないタイプですけど、たまにします。確かに選抜入って初めての餃子配信かな。お祝いだね、お祝い。ひっくり返しの前、3、2、1、はい。おお。でだー、美味しそう。完璧。これ完璧じゃない？理想的だよ。いいよ。かわいいよ。綺麗だよ。変態カメラマン。うまいね。うまいね。いってよ。お待たせ。焼いてるよ餃子。バイト代くれ。何個焼いてんの？20個。はい。餃子20個入りました。冷め冷めですけど良いですか？この店無限に行けるんじゃない？餃子いっぱい焼きますよ。え？1万人突破？やったー。1万人突破しました。
ない？うん、ちょっと起こした。ちょっと話してちょっと。餃子やってるとき真剣すぎてめっちゃ真顔になってる。ちゃんと置いてますかね。見えないけど。最高ですね。何個焼いたか数えてなかった。今何個目だろう。前半4個入れてない。10個くらい食べたかな。そろそろオーバーゾーン。今日あんまご飯持ってないんだよね。アイドルっぽく食べると食べてみますね。いただきます。おいしいです。なまじわからん。こんなこんなしか食べてなかったらもったいない。餃子一口で食べるもん。口いっぱいに餃子を感じるのが美味しいんですよ。一口半分の味食べてたらね、何食べてるか分かりませんから。そうだね。私の餃子が枯渇した。あと5個しかないわ。大葉、大葉きました。めっちゃ爽やか、おいしい。
きはビシャビシャ派です。ビシャビシャにつけたいの。しちゃう、直しすぎて。うん、おいしい。首が座ってない。いいですよ。ちょっと焦げたかも、半分。ちょっと半分危ない、半分危ないけど、いける、まだいける。は絶対美味しい。あるよ、ちなみにコチュジャン。コチュジャンはいいね。うん、オッケー、完璧。いきますよ。よいしょ。もうプロだからできました。ちょっと焦げちゃったけどいいんじゃない。できたよ。食べる、次。ん？食べていい？次何だっけ？いいの？いいよ、半分、半分ちょうだい。じゃあ、あ、うわ、美味しそう。これやばいよ。いいよ、そのまま食べていいよ。ね、お腹すいたでしょ、だって。いい、いい、いい、食べて。いいの？次やる。優しい。一生餃子やってる、本当に。史上最高に餃子やってますよ、私。今日の配信。お母さん優しかったですね。娘思いの。上手になった。ね。もあるよ、餃子。これぐらい焼いてなんぼ的な量焼く。
私も顎割れてね、顎割れてるっていうコメントさっきも見たわ。顎割れてるんですか？顎割れてますか？美味しいらしいよ。チュジャンつけてみよう。初めての試み。美味しそう。じゃあコチュジャンで食べていただきたい、いただきたいと思います。どれくらいつけるのがいいんだろう。辛そうだからちょっとにしとく。いただきます。うんますね。うん。こんな辛くないかも。ちょっと甘みもあって美味しいです。うん。フライパンから皿に移すの怖いんだけどコツある？そうだな、あんまりフライパンより小さいお皿にしちゃうと隙間からちょっと油がもしかしたらこう出てきちゃって手に当たると熱いので、なるべくフライパンより大きいお皿か同じくらいスポッとはまるくらいのお皿がいいと思います。でもし怖かったらちょっと冷めてからでもいいと思うし、しっかりホールドしてせーので自分でタイミングを決めてせーのでえいってやったらいけますよ。頑張って。あと油はそもそもあんまり多く入れすぎない方が危なくないからね。金メダリストが語る。いい感じになっていた。気づいたら。良いではないでしょうか。ごま油ナイスすぎ。忘れるところだったよ。
危ない。よしできた。全部成功してない？成長がすごい。今日そういえば全部食べれちゃうと思いますよ。今だってお腹に溜まってるかもわかんない。もう、あ、何茹でてあったんだ、もう出すの忘れたね。やった、もやし来ました。それでこっちでコメント読もうとしちゃう。キャベツは冬が甘いから季節によって餃子の味わいも違う。そうなんだ、旬の時期はねまた違うんですね。うん、ニラって、ニラっていつ？春。天才だよね、餃子作った人。ニラは年中なんだ。え、あるでしょ、旬。
餃子検定あるのかな。あるなら勉強したいです。うん、ニラは2月だって。お茶美味しい。お茶美味しい。みんな調べて、私の代わりに餃子検定。ニラは高知さんが美味しい。そうなんだ。いっぱい取れるんですか、高知は。レベル日本餃子協会を、日本餃子検定試験を通じて協会認定の餃子ニストを育成。餃子プラムの一級。ゲームの効果音が聞こえたからみんなレベルアップって言ってる。なるほどね。うちのゲーマーがよいしょ。セナタンはしそ入り餃子が好き。ハッタンはしそ入り餃子が嫌い。覚えて、覚えた。シナタンには絶対シソ入り餃子を作って、ハータンは食べさせちゃダメ。ノーマルが好き。おばた、ありがとう。餃子プランナーとは。餃子誰かに食べさせたことあるの？エリーとキラちゃんかな。あとナオちゃんにも、ナオちゃん家でも作った。餃子プランナー GP。誰が一番大食い？真帆ちゃんじゃない？真帆ちゃんはだいぶ食べるよ。一緒に餃子食べに行きたいもん。ゆいがれいちゃんの作った餃子食べたいって7号で書いてた。あ、嬉しい。前ね、餃子配信見に来てくださったんですよ。いくらでも焼きますよ、ゆいちゃんのためなら。最高級キャベツと最高級ニラと最高級豚肉を用意します。
ズッキー食少なそう。ズッキー食べるの好きなんだって。でもやっぱり意識が高いのでゆっくり食べてるらしいですよ。だからおにぎり3粒ずつくらい食べてた。早食いしないようにゆっくり食べてるんだって。お母さんがさ包んだ餃子さ、なんかデロデロなんだけど。ゆうちゃん罪悪感出てるんだって今。もうなくなっちゃうわ。何個食べたんだろう。これ食べたら38かな。あんま食べてないの。キエラさん髪染めたんですか。月曜日の夜いいですね。今腹何分だろう。半分からが早いんだよね。食べて。姉ちゃん食べたそばから消化してるの。消化してるのかも。餃子食べた後ね、なんか信じられないくらいお腹出てるよ。明日お家にいるのでゆっくり調節しながらね、すればいいのよ。今日は食べるよ。
今ルー回ったらもう大事故、キラキラしちゃう。今日の夜ご飯、私も餃子です、ね、一緒ですね、うん、お腹の限界より先に顎の限界が来るんで、ネモハモとノエマはネモハモの方が疲れます、うん、ノエマは腕が疲れる、冷凍餃子あるけど気力なくてパン食べてる焼かなきゃいけないもんね、フライ焼くってさ、フライパンがそもそもフライパンとお皿とヘラが洗い物になるからフライパンごと食べちゃえ。難しかった順は1位ネモハモに僕たた3位ビギナー、あ3位ウザ、4位ビギナーかな、5位ノーエマン、かな。難しかったね、それは。ビギナー私ちょっと苦手なんですよね、全然覚えられなかった、まずか。一番短時間、うん、なんだろう、覚えてないけど難易度が低めなのは呼び捨てファンタジーかな、呼び捨てファンタジーが一番早く覚えた気がします。振り付けの V 3回くらい見たら覚えられた。
でも呼び捨てファンタジーは振り付けが簡単な分、曲調もすごい可愛いし、アイドルアイドルしてるから見せ方が、見せ方は結構研究しました。首の角度とかでも全然変わるんですよ、呼び捨てファンタジーって。ここの、ここの首とか、見せて、ここの倒れ方とか、あ、違う、呼び捨て、ここの倒れ方とか、この首の感じとか研究するところいっぱいあるというか、可愛くしようと思えばどこまでも可愛く突き詰められる振り付けだと思います。やっぱだからゆきりんさんの予備ファンが一番好き。超見てた、ゆきりんさんの予備ファン。ゆきりんさんはお願い呼び捨てファンタジーファンタジーって、かもうこうやってやるかそう、こんな感じ。は俺の彼女だとってやるの好きだったんだけど、さすがにわかんない。いや、そうなんだ。どこだっけその歌詞。俺の彼女だと、ここね、言ってもらうこと、正義の味方じゃないヒーロー。あー、わかる。 MV 好き。学校のね。さあ正義の味方じゃないヒーロー。最近結構チーム V やってません？この曲好きだから嬉しい。あと1個なんだ。もう焼くのめんどくさいからさ、ラストにします。ではラスト、いただきます。うん、うまい。ごちそうさまでした。感動のフィナーレ。焼くのめんどくさいから生で食べるのが生で食べたい。まだ入りますよ。でもちょうどいいくらい、ちょうどいいくらいでやめとく。
まゆさんの卒業公演でやった呼び捨てファンタジー好きだった。あ、まゆさんの卒業公演はあゆちゃんと2人で前座やらせていただいたかも。ピンクのあの衣装また着たい。あれめっちゃ可愛い。顔で勝ってる。本当だね。餃子の油、餃子の油です。じゃあランキングを読みますね。それでは行きます。と13位マイタイさん、12位カノさん、11位タケシグラバイヒーハーさん、10位ワイルドストロベリーさん、9位コウタさん、8位白チャーハンさん、7位ともさん、6位ブルーあと台湾さん、5位たかひろさん、4位まえちゃんさん、3位ふくさん、2位おさむさん、1位もえもえさんです。みんなありがとう。3時間くらいやったのかな、2時間半くらいやったか。ありがとうございました、見てくれて。美味しかった。みんな明日餃子食べてね。バイバーイ。自分で切らなきゃいけないんだよ。自分で切らなきゃいけないから。今日はね、全然いつも出てない。なんか切らなきゃいけないんだけど遠いね。あっち行くか。それではバイバーイ。